からすじ。前回、初めての地下探索で異常なほどの地下の広さに驚愕しつつイベントを進めて抑制機能を解放してもらったリンク。ジェッキーの言う通り異変が起こってると噂のリトボクの村へ出発しゼルダ捜索の続きを開始。しかし行く先々でいろいろなものを見つけてしまい、全くリトボクの村へたどり着く気配がしない。そんな中立ち寄った洞窟で謎の正気の手と対峙。苦戦する中コツをつかみリニアを駆使して倒し切ると。突如として現れた中ボスのファントムガノン。頑張って応戦するも手持ちの武器の強さ的に倒しきれないとことを悟り悔しさを抱えながらも撤退することを決意。その後もリトボクの村を目指してひた走るも数分経てば何かを見つけ全く目的地へたどり着くことができず。蓋を開けてみれば探索に探索を重ね探索だけに時間を使っていた。気がついた時には日が暮れてしまい、リトボクの村への到着は次回へと持ち越されてしまうので、あったー。この虫だと思えば、あ、襲われてる。これは助けてあげよう、さすがに。今助けるぞー。なんかちょっと勝てそうだけど。うちの馬が強いんだね君。いや馬が強かったっす。褒めてあげてください。優雅に舞う蝶のような暴れる牛のような戦いっぷりだったけど平和だなかなり。あれかさっき俺らがおったところと、あんなとこにいたの俺たち。前パートの飛び込みのところか。やばくないこのゲーム。広すぎるな。ということで馬宿へ到着。お、牛飼ってんじゃん。今切れちゃダメだ、切れちゃダメだ、このお方はリンク様っていう葛藤が垣間見えた。馬ポイントのためにルピー、クソ、なんかいいようにいいように使われてるわ。ポイントください。いい戦略にはまってるわ店側の。おい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 おはようございます。おいおい、すごいことなってるよ、すごいことなってる。背景がよく眠れるわけねえだろ。待って、リト族じゃん。待って、俺今からさ行こうと思ってるんだよ。私ここから西の階段に進んだ頃リトの村から来たのですが、村を襲っている猛吹雪のせいで、あ、そんなことになってんの。行商人が村に来られなくなったので。へえ、おかげでしばらく子供たちがお腹空かせて、あ、寒さ対策のなんかないとちょっときつそうだよなって思うんだけど、ちょっとお料理タイム。てれてってってれてってれてってってれてってれてってってれてってってれてってってってれてっ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 てテレテテ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 古代テテ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 使ってた。いなくなってたな。神獣やガーディアンはどこへ行ったんだろう。ガーディアンとか全く見なくなったよね今思うと。あ、待って、温泉も湧いてるよ。なんなら湯気出てる、すごい。温泉、え、違うわ。たくじだった。出れなくなった、もしかしてこれのろしじゃないのこれ。上がれなくなってるよね絶対ね。あ、あなたはもし、あ、助けに来た。のろしだよね。猛吹雪で困っているリトの村へ角笛の音色と物資を届けに行くところだったんですけど、それいる角…なんだ、火吹くのかこれ。やべ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 、あっち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 。なんか何パターンか。え、でも荷車も持ち上げたいって言ってたよね。荷車持って行ってたね。まず荷車から行くか。じゃあ片方はこれで持ち上がるな。こうして叩きます。やべえ、ごめん燃えちゃったよ。ごめんつける。あ、でも両方同時についちゃうかこれ。片方だけにしたいんだよな。てかこれ、これで運べねえ。よし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 、とりあえずあれはだ、あとはお前か。荷車乗ったままで荷車先上先荷車は穴から出せばいや、あのちょ、先に言えバカ、お前この野郎。まったく、ほら横につけるから乗りな。ふざけた真似を。もういいから乗れ、胃の車。おい、でバカ重い。かねー痩せろお前もっと。よし、バイク手だ。はい、完璧です。よいしょー、どうや。お、やった、蜂蜜なんて持ってないからありがとう。
リトの村いつ着くねん俺は。ほんでわあ見えてきた、リト族のあれ。でもそんな吹雪ってる感じではないけどな。あれやっぱリトのあれなのだ、あれなのだなんかあそこ怖いなあ。さすがに吹雪いてきたね。駆け抜けていこう。やばい、駆け抜けていこうおー、あ、馬宿だ。そろそろ寒くなりそうだね。凍ってるんだけど。白爪新聞社、あ、新聞社か。馬宿じゃないのか。あ、あんたは。しー、いつら編集長、今ゼルダ様の情報集めの準備で忙しいんだ。新聞社に来ようならこの南抜の俺が聞こうじゃねえか。お、お前か、よく来たな。他三葉さんが馬宿主を言いくるめて買い取ったようなものなるほどね、騙されたわ。あ、ごめん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 。ちょっとペーン、忙しいから邪魔せんてって言ったよな。それにここは前の馬宿の主さんと話し合って平和的に買い取らせてもらってん。言いくるめたとか人聞き悪い方せんといてくれる。いや、記者志望の新人が来たも誰が記者志望じゃ。おい、100年前から生きてます、リンクです。あ、知ってくれている。その中にはゼルダ様らしき存在がちらつくものも。ペーンに調べさせようかな思ってたんですよ。相棒欲しがっていたところなんで、ちょっと手伝ってやってもらえませんかね。濡れた壁に張り付いてでも滑らない。うおー、欲しいそれは。馬宿での聞き込みや馬宿の人が集まる場所、ちゅうことは情報も集まるはず、頼んだで。まあ馬宿に寄るたびに聞き込み、まあとりあえずすればいいか。お、行った行った行った。ってことで私たちはリトの村へ急ぎましょう。え、待って、橋折れてんじゃん。あや、どうすんだこれ。そんな、橋壊れて持てるやん。ハイラルばっくり火にくべようかな。燃えすぎて毎回ブワーなんで。ギャロのやつがうっかり新聞の力で火にくべて持て、リトの村の方まで飛んでいくわれ。あ、なるほど。ハイラルばっくりそんな燃えるんすね。これよ。うおーすごい。馬ちゃん待っといてな。リトの村。やっと着いた。あれでもこれ。おーすごい、衝撃で割れるっぽい。うわー、久々にリトの村来たけど、ちょっと HP 増やしとこう。ってことでハート増やしてワープ地点の祠起動させ、リト族とご対面します。服は、うわー懐かしい竹山の上だ、もっと寒い。しっかり、あー、じゃあ今の服装じゃダメなんだな。まあ料理あるし行けるでしょ。ここまで雪降ってて暗いとちょっと気分もどんよりするな。お、うわー、テバとその息子、名前忘れちゃった。テバー、無理じゃないよ、オイラもう戦士なんだ。あのでっかい雲を調べるくらい一人でだって余裕だよ。もたもたしてたら村が、お、お、もしかして再会だ。やっぱりリンク、チューリか。ちょっとごめん、名前完全に忘れてた。チューリか。自己紹介されるまで今めっちゃ待ってる陰キャになってました。テバだろお前は、名前覚えてるよ。リンク、行方不明と聞いていたが無事だったんだな。テバは前作神獣を止めるとき共闘しました。テバ、リト族の新た、ああ族長になったんだ。あれ前まで族長じゃなかったよね。本当にまた会えてよかった。めっちゃ色違うこのお母さんだけ。ほら息子のチューリだ、体はでかくなったがまだまだ中身は。もう子供扱いはやめてってば一人で何でもできると思ってるじゃん、まだひな鳥だ子供とかじゃないんだね、ひな鳥なんだ。それの何がいけないのさ、おいらはもう一人前なんだ。今日の仕事も余裕で片付けてくるからいい加減認めてよね。なんだ仕事って。父ちゃんは天の鳥船の歌なんて真に受けて、なんだそれ、え、大丈夫、大丈夫、めちゃくちゃちょっとぎこちね飛び方だったよ。チューリのやつ、すぐに吹雪の原因を調べに行かせろって聞かなくてな。と、そう、これ何、鳥の音のなんちゃらの歌の、おんたらの、このリトの村に伝わる古い伝承の歌。遠い昔、今みたいに天変地異が起きた時、空に浮かぶ大きな船のおかげで村は助かった。子供の頃に教わるようなわらべ歌だ。誰もそれを恨みにしてるわけじゃない。だがな、空飛ぶ船の目撃談を、へー、
見てるんだ。それに天変地異だなんて、この吹雪とあの雲を見れば笑えないだろう。あれね、やっぱ関係あるんだ。天の鳥船の歌は天の鳥船の歌はただのわらべ歌だとしても、空の上には何かがあると俺は睨んでるんだ。まあ空はあるだろうな、あれはラピュタやろな、きっと。ところが上空は今ひどい気流でな、リト族ですらまともに飛べないありさまだ。だからこそ調査するにはしっかり準備が必要だってのに。なるほどね、俺たちがビビってその歌にすがってると思ってるんだ。まだ子供だね。あ、小鳥だね。いや、すまんな、リンク。お前の方は何か用があるんじゃなかったのか。いや、それが。何？ハイラルチョの地下でそんなことが。それが全部原因で今、こっちもこんなことになってると思います。ゼルダ様の行方と世界中で起こってる異変に何か関係あるというのか。ゼルダ様の捜索、俺たちも全力で手伝いたい。だが、この異常な吹雪は止む気配がなくてな。食べ物にも困る状態なんだ。じゃあまず吹雪を止めてやらんとって感じだよね。まずは村を救わないとね。夫も族長になってからは。あ、そっか、そうだよね。外出れないもんね、今思えば。なんとか力になりたいが。ああ、そうだ、ハーツに聞いてみるといいかもしれんな。ハーツ、多くの情報が俺の相棒ハーツに集まるから、ゼルダ様の手がかりも見つかるかもしれん。向こうにかがり火が2つ見えるだろう。あいつならあの近くの山小屋にいるから訪ねてみるといい。ハーツ出てきたっけ、そんなの。前作にいたっけな。元気だったか、テバ。てなわけでかがり火の方へ行ってみましょう。遠くね。待って、思ったより遠かったわ。もっと近いところ想像してたけど、だいぶ遠い。ちょっとこの地域のやつらがどれぐらい強いか試してみるか。腕試しよ、腕試し。いっぱい武器集めてきたからな。先手必勝、油断大敵、歩き満々、生きようよ、ポケナビ。なぬ、避けられた。生きようよ。え、サファイアの剣。え、ちょっと待って、消し飛んだんだけど。溶けて消えちゃった。お前、あれ、お前こんなとこにも。またお前か。僕はここにもえのきらしちゃじゃなかった。頑張ってるんだよ。ここへ死ぬぞ。手離してみて。ダメだこれは。あ、待って、そういうこと、もしかして。はい、これで倒れないよ。手離してみ。ほらね、すごい、支えがないのに伝わってる。世界転生した気分。これはお礼だよ。おお、やった。うわあ、やった。うわあ、やった。めっちゃくれるじゃん。どっちだと思う。こっちだと思う。ハーツ当たり。すまんが、それらしい情報は届いていない。そっか、俺たちも今は目の前の問題に対処するだけで精一杯でな。おまけに最近は空の魔物まで頻繁。あ、そうなんだ。力になれず申し訳ない。いや、待てよ、チューリなら。え、あ、チューリ、大人顔負けの飛行能力を持っててな。この悪天候の中、ここら一帯を広く飛び回っていろんな情報を仕入れてやがるのさ。あいつの風の生み出す技は俺たちにも真似ができない代物でな。あら、リーバルの技を継いでる、もしかして。あら、すごい。テバだって口では厳しいことを言うが、チューリの実力は認めてるんだ。ギザンやソリレスと一緒に食料の調達に向かってる。目的地はこの小屋から東北にあるヘブラ山南岳の洞窟だ。目印にかがり火を焚いているはずだ。まあ一旦チューリー追いかけるか。あそこにあれはあるとして、あ、落ちてきてる。遺跡だ。ちょっと登ってみていいっすか。あれあった。え、これだよね。なんかさ、 PV でこれに戻れ子をかけることによって上からこれが降ってくるから上に戻っていってくれるっていうね。お、すごい。もう終わるよな。え、あ、時間切れだ。ちょっと待って、何も見えん。視界が悪い。いや待って、あ、どうしよう。あ、ここ俺が目指すべきは多分ここ。おいしょー。おー、開いたねー。マップ開放。これ地形ってどんぐらい変わったんだろうな。やっば、なんかめちゃくちゃ渦巻いてる。今からあんなとこ行くの？燃やしすぎじゃね。火事なんやけど、もはや。かがり火というかキャンプファイヤーだ。なるほど、チューリーを探して。チューリーなら、ギザンと一緒にこの洞窟の奥で食料集めているよ。オッケー。おーい、チューリー。どこだーい。チューリー。あ、チューリー
イメチェンしすぎだろ。よくチューリこんなとこ来れたなあ、あいつ。え、どこまで行ったの？なんか焚き火した跡がある。上行かなきゃダメか。ハイラルボックリを手に持ってファイヤー。こんな奥まで行かないと食料手に入らないの大変だな。どこまで行ったんだよ。あまりにも奥行きすぎじゃない？おーい、大丈夫かこれ。なんか捕まってない？なんかに。あ、でも焚き火しある。おお、チューリめ。え、大丈夫チューリ。どうした？村のみんなのために集めた食料を置いたまま一人で勝手に飛び出していく。これだから小鳥は。先ほどこの洞窟外に飛んでいく魔物の群れを発見したのです。追いかけて奴らの根城を見つけるんだ。あー、そういうこと？なるほどね。魔物群れを見たのはこの洞窟を出て北に見えるシャリ畑の一本杉がある場所。チューリが向かったのはおそらくそこ。向かってみるよ。ありがとう。あれか。もうお前一生それやってろ。チューリー、どこ行ったの？チューリー、あ、いた。お、チューリー見っけ。油断した？どうした？くっそー、あいつめー、何してんだよこんなところに。え、いや、その実はあいつに大事な、は？結構やらかしてんな。おい、油断しすぎだろお前。それは大事な弓だろ多分だけど。あ、でも全然そこら辺にある弓だ。あ、でもちょっと違うな。なんか大事そうだなその弓。なんとか取り返したいんだよ。力を貸してよ。いいよ。おいらね、自分の狙った方向に強い風を吹かせることができる。え、リーバルの上位互換やん。リーバルは上限定だったぞ。リーバル上にしか出せんかったからな。チューリの風を操る力。オーラが出ているときは前方に突風を起こすことができる。パラセル中にこの突風を受けることで加速することができる。強っ！いくぞ！もういいよ。おお、便利。お、すごい、ついてくる！しゃあ。この野郎。ほい！なぬ？ほい！なぬ？ほい！よし。偏差打ちの神と呼んでくれ。ゲー。やった、助かったよリンク。おかげで弓を取り返せたよ。あ、群れだ。やべえ、お前らそんな連携できんのかよ。チューリは空中のやつを頼む。今作初めての共闘だ。地上のやつを俺がやる。やべ、武器壊れた。チューリやべ、助けてチューリ。チューリやべ、武器壊れちゃった。チューリなんかしてくれてる？チューリ、チューリなんかしてる？チューリ、やったね。見てよリンク、やっぱりここって魔物の根城だったのかな。確かにそれが立ってるもんね。お、え、なに風の音？うん、違う。そうじゃない。今のは風なんかじゃない。パパ。あ、違うわ。あ！何？おお、あんたか。ごめん、名前が出てこん。ハーツね。リンクとチューリー、見事な連携だったな。見てたんかい。え、見てたの？恥ずかしい。おいら、ギザンが止めるのも聞かずに勝手に飛び出して、その挙句大事な弓を取られちゃってさ。言い訳できんな、それは。自分では一人前だと思ってたけど、おいら一人じゃきっと取り返せなかったよ。今回のことで気がついただろう。なぜ自分が雛鳥扱いされてるのか。うん。仲間と協力するのって本当に大切なんだね。父ちゃんがいつも言ってたことが分かったよ。しかし一体何があったんです？戦闘中に指を奪われてしまうの、確かに何があったの？ゼルダ派？先言えよお前それは。そんなんだからおめえ雛鳥って言われんだよ。おいら見たんだよ、魔物がゼルダ姫を襲ってた。助けに行こうとしたら雲の上で前、おお、すごいねゼルダ。おいらそっちに気を取られて、あ、それはしゃあないかも。ジュリー、リンクはゼルダ姫を探してここに来たんだ。お前はリンクに同行して、その姫様が舞い上がってて、わーお、マジ？お、一緒に来てくれるのか。ずっとダメだって言われてたのに。俺がここに来る前、報告があった。この吹雪の原因はやはり、あの雲の中にある可能性が高い。急ぎ内部を調べたいが、暴風の影響で雲の横からでは無理。真下から行くしかないのか。一番てっぺんまで舞い上がった、上から行くの。この大荒れの空を越えて、
そこまで近づたどり着ける者はリト族にもいない。ただ一人を除いてな。ああジュリ、今のお前ならやれる。強い風を自在に生み出せるお前の技と力、いやマジでリーバルの上位互換。仲間と協力する大切さを理解しさえすれば、チューリこそがリト族一の戦士だ。お前の父ちゃん、デバがずっと前から言ってたことだ。父ちゃんがそんなことを。デバには俺から伝えておく。リンクに同行して、ゼルダ姫様の行方とこの吹雪の原因を調べてこい。おいら行くよ。リンクと力を合わせて。リンク、おいらヘブラ山山頂近くの空に浮かぶ島でゼルダ姫様を見たんだ。まずはそこに行ってみよう。おリンク、チューリー頼んだぞ。オッケー。確信に迫ってきて、待って、え、終わんねえこのゲーム。え、待って待って、どうやって行くん、行くってどうやって行くんこれ。これ普通に登山していくしかないんか。あそこ行くってこと、まずぽいね。マジか、行くか。じゃあ危なーい。なんだこりゃ、めっちゃいるんだけど。うわ、強そうな武器持ってる。先端につららついてる。氷ロスクラビルドしてやがる。え、でもあいつら敵対してない。違うわ、あれがあるから敵対してないんだ多分。間に木の壁あるな。じゃああの壁を壊してやれば敵対しない。これお前ら壁があるから見えてないだけだろ。本当は敵同士なのに。ゴーレムと魔物は敵同士っていう認識なんだけど。あ、ほら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 。お、戦いになった。戦争だ戦争だ。ゴーレム弱え。ボコブリンすよ。おい、虐殺。おい、むごいむごい。あの氷の剣めちゃくちゃ強いやん。ってことで倒して奪おうぜ。よし、ナイス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 。ワンパー！ボコブリンすんよ。強さ的にゴーレムたちの方が弱いから、俺らはゴーレムたちに加担する。お、いいぞ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 。あいつが強いね、あいつが。オッケー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 。これでいい勝負じゃない？オッケーオッケーオッケー。これでいい勝負いい勝負。これで多分いい勝負になる。どう？相打ち狙えるんじゃない？よーし、ナイス、よくやったー。あとはゴーレム倒すだけ。で、あとはお前たちの命を俺が奪うと。完璧すぎるね。漁夫の利とはこういうことを言う。おっぷねー。チューリナイス、チューリやる。で、これ欲しい。つららバットマジで強ない、これ。何してんだよ。友達どこにいんの？また転ぶか。あそこか。これ使うんでしょ、多分だけど。ここに乗っけて、天才の発想いきます。これを落として、その上にコログ乗っけて、戻れ子で戻せばいい。落とします。よし。シンプルイズベスト。難しいことなんて不要。オッケー。んで、もうちょっと上まで上げようかな。で、すぐに。ほんまごめん。うで済んでよかった。え、でもこれ想定通り。よし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 、はい、ぽい。よーし、完璧。うわ、で、これが出てくる。ああ大丈夫か大丈夫か大変なことになって、ああ、危ない危ない危ない。普通にさ、こうやって運んでいけるやろ多分やけど。さっきこっから登れたし、こっからがきついか。あ、わかったちょっとお前そこ違う、必要な過程、どうしても必要な過程やってん。ああ、オッケー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 。かわいそうに。はいはいはい、よしよし、追いついたね。すまんすまん。で、どうやっていくねん、ほんでこれ。これはリト族の村を救う物語です。ずるくない、チューリー。ちょ、これを見て何とも思わんのか、お前。取り上げてくれ。上に向いて風を起こしてあげようとかさ。おお、かなり高いとこまで来た。あそこにもなんかいっぱいあるな。え、俺らが今目指してんのどこ？この上か、あれか。めちゃくちゃ高いとこまで行かなきゃだな。行け。おお、すごーい。うわ、待って、あそこ行きてえ、チューリー。上に祠あったから、あの祠開けたらちょっと行こうか。え、これさ、上に風吹いてくれないと厳しない？見て、チューリーすげえ暇そうにしてるよ。どうやら上方向には風出せないみたいです。やっぱ行けないって、あの高さは。どう頑張っても届かんくない、これ。え、無理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 、チュー
おい、チューリー、お前がやるんじゃねえのか、これ。ほんで、ここ足場、足場だ。うわー、オッケー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 、回復した。お、天井や、ここ。これ、ぶら下がれる？さすがに厳しいよね。リンクさん、そうだよね。おい、積んだ積んだ。ここで焚き火するしかねえ。あ、え、待てよ。通れる？お、気がついた。くっ、無理か。そこで使うんかい。てか、待って。なるほどね。よくできたゲームだ。頭の出来は悪いですね。上に行くのは自力でいいけど、横はこの子が何とかしてくれる。確かに横に行く手段がなかったからね、このゲームに。そこに気づいた俺はすごいと思うわ。オイラがゼルダ姫様を見かけたのはこの辺りなんだけど。そっか、ゼルダ姫さんいないよな。そうだね。お、いた。お、船だ。雨かける船じゃん。ちょ、待て待て、お前そういうとこだぞ、チューリー。おい、待て、ひなどり。あれは船だよ。お、なんかこれ前もあったね。前ってかちょっと前ぐらいだよね、本当に。恋？ラウルっぽかったね、声。なんだろう、今の声。うわぁ、船だ。でっかい。完全に空飛ぶ船だよ。うわ、めっちゃ飛んでる。上上、小さい船もたくさん浮かんでる。あれってまるで、お空に浮かぶ不思議な小舟。こさえて浮かべて空へと送る。お空に戻れた神様がお礼にくれた大きなお船。風をもたらし天地を沈める。天の鳥船の歌。そうだよ、あれやっぱりわらべの歌とそっくりだ。リンクも聞いたでしょ、あの不思議な声。我が元へ来い。確かにそう聞こえたよ。まるでオイラたちをあそこに呼んでるみたいだった。あたりにゼルダ姫様の行方を知る手がかりになりそうなものもなさそうだし、ひょっとしたらあの船に向かったのかもしれない。とにかく上に行ってみようよ。オッケー、一回船乗ってみようか。うわー、めっちゃ跳ねる。え、めっちゃパリーンってしてくださいみたいなところあるやん。そのままダイブだ。はい、いてっ。まあでも祠で HP 回復できるから。跳ね上がる力。わー、はい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 。いや、こういうのはね、得意ですよ。昔から、体操なりなんなり運動は得意だったんで、任せてください。ちょっと敵との構成は考えてなかったですけども。こっちの HP 見ろ、こっちの HP。よいしょ。落ちろ！飛んでけ、ほんで。ほい！天才スナイパー。うわ、勢いすごっ！よーいしょ。ここでちょっとワープ地点できたから、チューリー一回あっちまで行こう。俺らの冒険はここから始まるぞ。え、これチューリー一生ついてくんの、もしかして。チューリー引きずったままいろんなとこ行けばめっちゃ便利なんじゃね。このまま火山とか行こうぜ。こうやってどんどん寄り道していくんだ、このゲームは。いいね、上。うわ、なんかすごいとこあるよ。また寄り道できるとこ増えちゃったけど、さすがに今回は物語を先に進めましょう。これでもどっから行く？あっちか。こいつの後ろにそっと着地します。これいって、まずい、もう一体後ろにいる。まずい、いろいろとまずい。ナイスナイス、お前天才かよ。いい援護。違う違う、バカバカバカ、全然天才じゃない。ちょ、おい天才かよお前。あ、これつらら来た。全部にスクラビルするぞ、これは。オッケー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 、どんどん強くなっていく。うわ、なんか近づいてきた、だいぶ。いや、そんなことないかも。めっちゃ遠い。めっちゃ長いやんけ。なんやこれ。もうこのまま上行って終わりかなと思ったけど、でも、え、僕ね、チューリーもこのまま向こう直行しよう。いける。俺を信じろ、チューリー。俺、距離感の貴公子って言われてるから。はい、完璧。なんかすごいの、俺でした。最初に出会ったゴーレムと同じやつだ。今の俺たちなら勝てるぞ。え、待って。あれ、わかったわかったわかった。え、なんかちょっと強くなってる？若干見た目違うかも。これさ、普通にさ、引き離せばいいんじゃないので、下に落とせばいいんじゃね。はい、はーい、どうなったこれで。あー、ダメか。対策してやがる。ダメなんだ。これは何？なんでこんなとこに宝箱ある？なにこれ、
遥か昔に描かれてだろう、地図どこかの場所を滑ってたろう。なんこれ、わあ、なんこれ、へえ、すごい、こんな要素もあるんだ。おい、もう終わんねえマジでこのゲーム。出てこい、ほら、そんなとこに引きこもってないで。たまには顔見せなさい。たまには外に出て遊びなさい。お家でゲームばっかやって、腰痛い腰痛いって、当たり前でしょ、椅子ばっか座ってんだから。たまにはたけし君と一緒に外行って遊んできなさいよ。お弁当箱も出さない、体操着も出さない。もうやべ、めっちゃいろんなとこに当たってる、いろんなとこに当たってます、いろんなとこに当たってます。よし、ふう、ロケット、強力な推進力を発揮するゾナウギア、得られる力が大きい、本体の蓋も大きい、ごく短時間しか使うことができない。へえ、ロケットとかもあるのか。おお、やっと見えてきた。だいぶ近づいてきたな。真相へ近づいてきたね。やばいな、これどこら辺、高さ的にどんぐらい高いとこいるんやろ。雪のせいで下が見えないんだよな。ナイス、ナイス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 。これ何、これいってんなんか爆発する。おっぶね、これ爆弾か。オッケー、これは何がある。お、なんだこれ。お、高ぼらこ。おお、さあそろそろ船の姿が見えるんじゃないか。の急に図画工作させられるよ。図工は任せろ焼き切れるやろそれやってまうと。え、でもこれ一生これで上がっていけばよくない、これ。あ、でもバッテリーに限界があるか、さすがにか。え、でも松明あればさ、あれでずっと受けるくね。でも今松明持ってないんだよな。あれで一生上まで浮いて、あの雲の中突っ込んでいくっていう作業をちょっとしたくなったんだけど、やってみていいかい。松明持ってないってば。で、これで、これで火つけて、これで火つけて、燃やして、はい、いけた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 いけ。え、何？なんか光り出した。限界？え、やばそう。待って。これもしかして時間制限ある？ちょっと待って。命が終わろうとしてる？俺今が。終わります命が。おい、チューリー今更なんだ。くそ、ダメか。そんな制約があったんすね。くそ。ってことで正規ルートから行きましょう。あそこ経由してくんか。ふーわー、長いね、チューリーね。よーし。こんな高いところまで来たのはオイラも初めてだよ。風がかなり冷たくなってきてる。オイラは平気だけど、リンクは大丈夫？俺、リンク大丈夫なのかな？寒さガード効いてるから、もしかして今セーフなだけ？そうっぽいね。ガチで投げ！でも何がすごいって、別にそんな飽きないんだよな。また欠陥住宅来たよ。欠陥住宅で中間点もできたし、最後の一踏ん張り登っていきますか。お、なんかめっちゃ高く跳ねそう。おー、あっちかな？行くのは。こういうことだよね。ナイス、チューリーがいなかったら積んでました。チューリーがいる大前提のすごい設計してる。うわ、やばい、怖え、近寄ってきた、だいぶちょっと雰囲気出てきて怖くなってきたね。よいしょ、うわ怖い怖い、ちょっと待って、怖い、ガチで怖くなってきた。ちょっとね、あの高いとこ苦手なんすわ。ウプ主は高いとこと海の底がちょっと苦手です。リアルでちょっと高いとこ苦手なんです。あ、待って、怖くなってきた待って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 、やばい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 、え、めっちゃ怖い。特に視界悪いのが怖さを加速させてる。まずい、これなんか上からじゃないといけないって言ってたよな。一回これ横からチャレンジしてみていい？一回横から突っ込んでみよう。大丈夫だ、チューリー、英傑の命は無限大。いけーい。なんか見えてるんだよな。いやあ！おー、すごいすごいすごい、いい場所に足場がある。軽く弾き飛ばされちゃった。こういうことか、上からじゃないといけないっていうのは。寒さガードが限界を迎えようとしてるけど、これ寒いのかな。あー、寒いんだ、やっぱ。防具買ってないから料理で頑張れ、リンク。リンク寒い？リンク寒い？寒いだろ。うおほー！うわあ、怖い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 。さて、
たどり着いたぜ。さあ、ようやく積乱雲の上側までたどり着いた。ようやっとか。一体この雲の中には何があるのか。うわぁ、準備いいか。行くぞ。任せてリンク。うわ、行くぞ。任せて。お、なんだこれ。ということで、ようやくリトの村を襲っていた大寒波の正体にたどり着いたリンクたち。次回、初のダンジョン攻略&ボス戦。